バイエルンの公式 HP は15日、同日午前中に実施したチームトレーニングの様子を掲載。スペイン代表 DF フアンベルナとの実戦復帰が迫っていることが伝えられた。ベルナとは今シーズン開幕前、7月22日に行われたインターナショナル。チャンピオンズカップ ICC2017 の中国ラウンドミラン戦で負傷。左足首を痛め、手術を受けて離脱を強いられている。復帰に向けてトレーニングに励む同選手は、調子は良い。まだ少し痛みはあるけど、3ヶ月半の怪我をした後では普通だと思う。今は 90% の状態だよ、とコメント。自身の状態を明かした。バイエルンは18日、国際 A マッチウィーク明けのブンデスリーガ第12節でアウクスブルクと対戦。ベルナとは、もしかしたら次の試合に出場できるかもね、と、同試合で復帰を果たす可能性も示唆している。また、10月1日のブンデスリーガ第7節ヘルタベルリン戦で左膝外側側副腎。体損傷を負った元フランス代表 MF フランク・リベリーも15日の練習に部分合流。アウクスブルク戦でのメンバー入りは現実的ではないが、実戦復帰に向けた重要な一歩、とバイエルンの公式 HP は記している。2位ライプツヒに4ポイント差をつけ、首位に立ってブンデスリーガ再開を迎えるバイエルン。離脱を強いられている両選手が順調に回復していることは朗報と言えるだろう。